今日はトロイメライのジャズアレンジを弾くときのポイントをお話ししたいと思います。この曲のポイントは左手の普天リズムです。タイでつながった2つ目の音は弾きません。リズムが取れるようになるまで左手だけで練習しましょう。